車選び .com。 今日は N ボックスです。はい、日本で一番売れてる系ね。すごい。そうですね。あ、トルクある。これエコモードでもトルクがある。これグーッと出る。いや、車格が軽じゃないよこれ。いや、高級感あるよこの車。あります、上質。うん、これは売れるわけだこれ。日本で一番売れるわけだ。なんだ軽貨じゃねえもんなこれ。いやほんまにそれ。作り込みが、はい、これは大したもんだぞ。いいなこれ。うん、これはいいわ本当に。うん、これはいい。なかなかほらエコモードで全然トルクあるですよ。まだすごい。そう、数的だよこれ。数的。うん、メーター見やすい。メーター見やすいですね。うん、これ作り込みね、しっかり作ってるよ。今エコモードでエコモード入ってますね。そう、押すと解除されます。ワクワク。じゃあ、お、はい、エコモード切ります。ノーマルモードになります。これはパワーとかないのね。これはパワーはないですね。エコとノーマルモードね。おお、トルクある。いや、これ大したもんだよ。パワーモードいらない。これトルクある。ノーマルモードで十分。すげえなこれ。安っぽさがどこにもないわ。この室内の作り込みから、乗り心地から、エンジンのこうレスポンスの良さとか、はい、そこはね全然違うね。これは日本一売れるわけだよ本当に。シートもいいよこれ。いいですよね。うん、座り心地もいいし、軽のシートではない。うん、すごいなこれ。コスト度外視で作ってるよ本当に。で、快適だし、ね、居心地いいし、うんで便利だし。いや、よくできてるわこのポケットも。確かにね、ちょこっとしたこのポケットがさ使いやすいわけよね。いくつかありますよね。そうそう、実はね、そうドアノブの上にもね、そう小物入れがあってね。これは嬉しいよ本当に。これはさ、リッターカー買いに行ったけど、これもの並んでたから乗ってみたらこっちの方がいいやみたいなさ。本当多いと思いますよ。全然トルクもある。これ楽ちんだよ。長距離全然いけるね。全然長距離いける。旅行行けちゃいますよ。疲れそうな気配がしないね。立派立派。これは一度乗ったら次も買うと思いますよこういう車を。他行かないねこれ。いや、そうですよね。これ一度乗っちゃったらもうこの質感の高さはさ、他に行かないわ。さすが1位ですよね。いや、お疲れ様。ありがとうございます。楽ちん楽ちん、快適だよこれ。いいなこれ。軽の高級車。ね、欲しいな。